1週間の地震についてお伝えする週間地震情報です。まずこちらの図をご覧ください。こちらは今日の午前10時までの1週間に発生した、体に感じた地震の震源をプロットしたものになります。前の週に比べますと、体に感じた地震少し数が減りました。このうち震度3以上の方揺れを観測したのは2回となっております。1つ目がこちらですね。17日の未明に発生しました神奈川県西部の地震になります。マグニチュードが 4.4、深さが23キロでして、神奈川県の川崎市や横浜市、東京の国分寺市などで震度3を観測しております。神奈川県西部というのはこういった浅い地震が時折発生するエリアでして、震度3以上の揺れを観測したのは2019年の8月以来のこととなります。このエリアの地震の特徴を見てみますと、こちらの図はですね、最近20年間に観測された小さな地震も含めて見たものになるんですけれども、山梨県の東部から神奈川県の西部にかけて多数の地震が発生をしております。この辺りの特徴としては、深さがおよそ20キロ前後のところに多く発生しているというのが特徴でして、今回の地震はこの一連のエリアの東の端で発生したものというふうに見られます。この辺りですけれども、南から伊豆半島が北上する中、この辺りで本州の陸地とぶつかってですね、もともと歪み、つまり地震のエネルギーの元となるものが溜まりやすい特徴があるものというふうに見られます。過去の事例ですと、1983年の8月には山梨県の東部でマグニチュード6の地震が起きて、死傷者を含む被害が発生した、そういった事例もあります。大きな地震が起きうるエリアでもありますので、普段からの地震への備えは引き続き行うようにしてください。そしてもう一つです。こちらが20日の朝に発生しました東京都23区を震源とするマグニチュード 4.6 の地震です。最大震度が3だったんですけれども、深さがおよそ100キロとかなり深いところで発生しましたので、震度3の揺れの範囲もかなり広かったというのが特徴になります。このエリアですけれども、東京23区の直下は浅い地震から深い地震まで様々な地震が起きるエリアになります。今回はその中でも比較的深い地震だったんですけれども、こちらも過去を見ますと、1988年の3月にはマグニチュード 5.8、深さが96キロで地震がありました。最大震度4という地震だったんですけれども、東京都などで負傷者など人的被害が出たような事例もあります。頻度は非常に小さいんですけれども、時折大きな地震が起きうるエリアということになります。そして海外の地震です。こちらは USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード 4.5 以上の地震の震源をプロットしたものになります。この中で最も大きかったのは18日の日本時間深夜に発生したマグニチュード 6.2、 深さおよそ35キロの地震です。こちらはパプアニューギニアで発生したものなんですけれども、震源が陸地から比較的離れておりましたので、この地震によって特に大きな揺れはなかったものと推測されます。パプアニューギニアですけれども、日本と同様、プレートをですね、岩盤の境界が近くにありまして、地震活動がもともと活発なエリアとなります。パプアニューギニア島でもこの北側のエリアで地震が発生をした場合はですね、日本に津波が来た事例もあります。1996年の2月にはマグニチュード8クラスの大地震が起きて、日本にも1メートル前後の津波が来た、そういった事例もありますので、このニューギニア島近海の地震もですね、日本にとっては関わりが深いということが言えます。最新の地震情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。以上、週間地震情報をお伝えしました。